ブルース・ウェルチ・ OBE は、イギリスのロックギタリスト、作詞家、作曲家、音楽プロデューサー。1950年代から活躍する、エレキグループ、シャドウズのメンバーとして著名。サセックスのボグナー・アリージス出身。彼の両親は、正式に結婚はしておらず、ブルース少年は、母と共に暮らしたが6歳の時に死別、ダラムに住むおばに育てられる。ギターを覚え、 14歳の時にスキッフルグループザ・レール・ローダーズを結成する。しばらくしてウェルチの学友ブライアン・ランキンがグループに加入、1958年にバンドコンテストの決勝に出場するためロンドンに出る。優勝は逃したものの一緒に出場していた他のバンドのメンバーと合体し、新たにザ・ガイブ・チェスター・ナッツを結成。1958年9月、ウェルチは マービンと共に、クリフ・リチャードのバックバンド、ザ・ドリフターズに加入。以降現在まで数度のブランクを挟みながらも、中心メンバーとして、活動を続けている。クリフ・リチャード、シャドウズのいくつかのナンバーワンヒットを作曲したほか、リチャードやかつての婚約者、オリビア・ニュートン・ジョーの作品のプロデュースも手掛けた。また彼のソロ作品、プリーズ・ミスター・プリーズは、 彼のバージョンはヒットしなかったものの、後の1975年にニュートン・ジョンのカバーバージョンがアメリカのポップスチャートの10位まで上昇した。彼は1989年10月12日からウエストエンドで上演されたバディ・ホリーの生涯を題材にしたミュージカルバディの音楽監督も務めた。ウェルチは時折ムーンライト・シャドウズでプレイするほか、 1998年から2008年には、シャドウマニアとしても活動した。2004年には、永年の音楽業界への貢献に対し OBE を除訓。ありがとうございます。